ジョゼフ・マクモニーグルは、元陸軍情報局に勤めていた、情報官。スタンフォード研究所に配属され、米軍のための遠隔投資のプログラムに従事。フロリダ州マイアミ出身。愛称はジョー。日本での通称は、マクモニーグルになっているが、マクモナ語が、英語の原音により忠実な日本語表記である。著書において、アメリカ陸軍がかつて極秘裏に進めていた。 軍事遠隔投資計画、スターゲートプロジェクトに、被験者、大001号として参加、数々の情報作戦における功績が認められ、勲行賞を授与されたと自称。またその投資能力において、過去に、雑誌では、ニューズウィーク、タイム、リーダーズダイジェスト、テレビでは、ナイトライン、48アーズなどで取り上げられたとされる。しかし現在では日本におけるテレビ出演が、 圧倒的に多く、日本テレビ系列の特別番組、FBI 超能力捜査官の出演が大半を占める。2009年、森永聖火ダースの CM に出演。ウェブサイトには、ジョーと共に失踪事件の解決をするゲームがある。以上は彼自身が、日本の書籍で主張するプロフィールである。しかし、彼のウェブサイトには、FBI についてのことは、一切書かれていない。 FBI で働いたことがないからと思われる。最近のメディア露出はほとんど日本の番組であり、ABC に出演したり、ニューズウィークに取り上げられたのは1995年前後に一度、あっただけのようで最近のことではない。タイム誌や CBS については記述すらない。なお FBI には、FBI 長能力捜査官という役職は、実在しない。また、無関係なものが、 FBI 捜査官を称することは禁止されている。実際のところ FBI からの依頼を受けたことのある投資家といったところだろう。FBI 超能力捜査官は FBI とサイキックインベスティゲイターの語訳を合わせて日本の出版社、マスコミが与えた名称であって本人は名乗っていない。彼は以下のような予言を著書の中でしている。彼の投資する未来や 過去の年代には前後数年の誤差があり得るとの説明がなされており、未来が変わることも十分にあり、悪い未来についてはその未来が変わってくれる方が良いとも書いている。ありがとうございます。